教えて宇野先生。読んだ？読みました。あ、読んだ。ということでね、今日はね、タモ入れについて、魚をすくう網ですね。青物狙うよとか、大きい魚狙うよっていう時はタモっていうのが絶対必要になりますね。タモ入れの仕方、非常に大事です。タモ入れの方法について基本的なことをですね、話していきたいと思います。教えて宇野先生。まずターゲットは魚ですね。魚をすくう時、タモはどこから入れるでしょうか？頭。そうです。進行後からタモをこうすくってあげます。最近エギング流行ってますね。イカさんの場合どっちからいいでしょう？足。ブー。イカをこっちから、頭から入れてやるイメージ。この尖ってる方、こっちからこうタモを入れていってあげるような感じですね。まあ、実際どういう風になるかっていうのを、まあ、釣りすぎ四平の動画から学ぶタモ入れのやり方ということで、まあ、僕たちじゃないですね、あんたたちがやってる動画のねあの面白い動画あるじゃないか、はい、あの動画をちょっとお借りして実際に見てもらってね、タモ入れのやり方ということで実際にちょっと見てもらいましょう。はい。イカの時はこれです。ああ、スーッと。ほら、頭から入れてるでしょ。あ、本当だ。どういうことかっていうと、頭からというよりも進行方向からタモを入れてあげるっていうのが非常に大事です。釣ってる人、実際にうーってしてる人は何をしないといけないかっていうと、タモの方に誘導してあげないといけないです。2人で協力するってどういうことかというと、1人は、まあ、竿を持ってるわけじゃないですか。で、1人はタモを持ってる。イカと魚でポイントも違ってきます。堤防際ですね。イカの場合は車でいうバック駐車です。どういうことかというと、イカをこう連れてきます。そうするとこう引っ張っていきますから、こう向きますね。ここに卵を構えてあげるわけです。で、最後に釣ってる人が最後に何をするかっていうと、ラインのテンションをフッと抜いてあげるんです、そうするとイカはですね、やった逃げろってビュンって卵の中に入るんですね。なるほど。そうすると卵入れの人はスッと出しただけで、釣ってる人がフッとテンションを抜いてあげると、その卵にスッとイカが入ってきます。これが非常に綺麗な卵入れ、見てて気持ちいいですね。なので2人で協力して入れていくと。じゃあ魚の時どうかっていうと、魚はこっちからタモ入れしたわけですよね。こっちにこっちに寄せてきて、でこっち側にタモの人がいるならこっちに、こっちにタモの人がいるんだったらこっちに誘導していってあげると。これが水面とすると、引っ張ってくると魚が上向きますね。タモをこう入れてあげてください。魚がここまで来たなというところで、釣ってる人はスッとテンション抜いた。ただこの時反転することもあるので、その時は落ち着いてもう一度ぐるっと一周させて、もう一回スッとタモの方に走っていいよっていう形で抜いてあげます。この抜くっていうのが何で大事かっていうと、もう一つあってですね、ラインがこうしてますね。で、ここに魚がついてます。魚をこのタモの輪っかをくぐらせようとしたとき、これ通ると思います？ラインテンション張った状態。ああ、そっか、引っかかりそうですね。なんか普通に考えて、引っかかるでしょ、ライン。そうですね。もし魚が諦めて、タモに入ろうとしてくれたとしても、魚はこっちに行きたい。ここにラインがある。上に上がると思いません？うん、上ですね。こう上がっちゃうんですよ。魚が縦になっちゃうと、タモ入りません。うん、でよくあるのが、ここに針とか引っ掛けます。タモ入れの人も悪いところもあるかもしれないですけど、実際にやり取りしている人もそうならないように抜いてあげるっていうのは非常に大事ですね。
ラインピンピンじゃこれ魚入りません。なんでまあタモ入れは協力してやるんだよっていうことで、まあバラしてもタモ入れの人だけの責任じゃないよと、という今日は授業でした。はい、じゃあちょっとチャイムが鳴ったみたいなんで、今日はこれでありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。勉強になります。